たぞ。あれを取らせてください。今のは人形の声。見ろ、あの藁人形には呪いが施されている。あれをお祓いすればいいんだね。お願いします。弟さんって神社にいた男の人？はい、私がずっと守り続けていたんですが、離れてしまったせいで守りきれなくて、弟は呪い殺され、成仏すらできずにいました。だからせめてその地獄を解いてやりたかったんです。これで私も安心して成仏できます。神社の霊に人形を届けて本当のことを教えてあげなきゃ。人形のせいで死んだと勘違いしてたからな。本当は守ってくれてたのに。この人形に宿っていたのはあなたのお姉さんだよ。あなたを呪うための藁人形があって、彼女が身代わりになってあなたを守ってたんだ。姉さんだ。それじゃあ私が事故に遭ったのは。お前が守り神を手放したからだ。まさかこの人形の中に姉さんがいたなんて。ずっと私を守ってくれていたのか。それを私は。姉さん、許してくれ。姉のおかげでお前ももう成仏できるはずだ。彼女もあなたを救ったことで安心して成仏したよ。本当にありがとうございました。礼はあの世で姉に言うんだな。よし、上出来だ。
終わったか。さっさと行くぞ。ダメ。
慌てずに食べな。よし、お食べ。慌てずに食べな。ちょっと元気になったかな。腹が減ってたんだろうな。近所の家に何でも吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え？吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな、俺が何とかしてやる。
あいつは物欲の塊なんだ。俺の大事なものまで盗みやがって。あいつは物欲の塊なんだ。俺の大事なものまで盗みやがって。随分と客が多いな。おい、霊を吸い込みやがった。あの穴があいつらまで引き寄せやがった。さてと、家の中がどうなっているか調べてみるか。障子の奥に何かいるぞ。開かないな。何のいたずらだ。銀を結んで炙り出すぞ。
逃げたぞ。あの野郎は上に上がったぞ。いい加減出てきやがれ。いつまでかくれんぼする気だ？おい、力を使って居場所を特定しろ。やっと会えたな。ここにあるもの全て俺のもの。さあ、お前。偉そうに鏡の見物か。どうすればいい。人に聞く前に自分で考えろ。
よくやった。あとはあの野郎だな。持って消えていきな、強欲野郎。言った通り、なんとかなったろ。僕が体張ったんだけど。人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局全てを失うがな。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな、物が完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてるのかもな。ついにくたばった。じゃあ、まあ見ろ。
かった、これで家に帰れる。レイが連れて行かれるぞ。助けなきゃ。渋谷なのに寂れてるな。禁足地ってな、よくない言い伝えとかがあって安易に開発できない場所もあるんだよ。ばあちゃんが大事にしてた傘が崩壊になっちゃったの。そいつは空傘小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることもある。この空き地に雨が降るといるんだけど、見つかると逃げちゃうの。妖怪になったら、
そんなことないよ。ちょっと待ってて。どうぞ。感謝しろよ。ほら、お腹減ってたのか。若さ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ。しゃがんで近づけ。一安心ってとこだな。喜んでくれると思うよ。さあどうぞ。感謝しろよ。お前、犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。
またタバコのこと考えてたな。なんでわかった？なんかそわそわしてるの感じるんだ。終わったか。さっさと行くぞ。食べるかな。よかった、食べた。お前犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。食べ。慌てずに食べな。さあどうぞ。感謝しろよ。あそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まると、そこには数多の情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。溜まった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。
そうだな、この辺りだと。Hey!
銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。